でゲーム実はディアブロ増えてきてると思います。今日ですね、ついにディアブロ4シーズン2開幕目前という形で、本日はたくさんある大規模なアップデートの中でもナイトメアダンジョンについて深掘りしていきたいと思います。ついに我々のナイトメアダンジョンが、大きく変わります。クソギミックたちはどうなるんでしょうかという形で、本日の目次はこちら。1つ目シーズン2開幕直前、2つ目ナイトメアダンジョンの変更で、最後それを踏まえてまとめという形でやっていきましょう。でまず1つ目にシーズン2という形なんですけど、シーズン2に関しては10月18日に開幕予定で、おそらくですね、まあ、前回と同じであれば AM3 時頃に開幕するという形で、シーズン1と2がそこで切り替わります。でそれとともに大型アップデートが来るので、ちょっとこの大型アップデートがどのタイミングで来るか分かんないんだけど、多分なんだけどシーズン1の時はシーズン1開幕ちょっと前に来たので、まあ、シーズン1の終わり頃にアップデートが入るのかなと思ったり、ちょっとねそこら辺は時間が何時にこれがあってみたいなタイムスケジュールが出てないんで分かんないんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、シーズン2に関しては18日に始まりますという形で、まあ、あの実際朝3時なんで体感的には17日のまあ深夜みたいな、そんな感じにはなるんですが、でまあその中でもね、やっぱねめちゃくちゃ多いんで、アップデート内容は今日はさっきも言った通りナイトメアダンジョンにフォーカスしていろんなものをですね見ていけたらという感じで、ナイトメアダンジョンの変化についてみんなと見ていって、あーだこうだ言っていきましょう。それではですね、まずですね大きく、今回変わるものがグリッチがなくなりますでグリッチに関してはなんかパーティーでナイトメアダンジョン行くじゃん、でなんかあーだこうだするとそのナイトメアダンジョンがリセットされて、同じナイトメアダンジョンの内容なんだけど、もう一回ナイトメアダンジョンが最初からリセットされていけるようになるみたいなねものがあるらしいんですよ。なんかまあ10分外で待機するとなのかな、わかんないけど、なのでまあちょっとね俺はやったことないんでちょっとあんまよくわかんないんだけど、とりあえずナイトメアダンジョンをなんかリセットして普通のダンジョンみたいにで、何周も全く同じところをね回れるから、まああのいい感じのオプション補正っていうか、そのナイトメアダンジョンの特性とか、あとはまああのなんて言うんだろうな、経験値が美味しいダンジョンに絞ってそういう感じでグリッチやると、まああのいい感じだよねっていうのがあったりするんだけど、まあそういったのがあのまあちゃんと修正されましたという形になります。でなんかね、あの一応10分外で待機するとダンジョンはリセットされるんだけど、個別のインスタンスにはなりませんっていう風な表現が書いてあります。ちょっとごめん俺ねこれやったことないんでわかんないんだけどっていう形になるらしいので、まあグリッチがまあなんかあのいい感じになったらしいです、はいっていうところになってます。で次ですが、ですね、ナイトメアダンジョンの紋章があるんだけど、ナイトメアダンジョンってさこういう紋章を使っていくじゃん。この紋章がボスドロップだったものが、ボスがいないマップというかそのダンジョンだと、まあ、ナイトメアダンジョン の, あの紋章出らんやんけってなるので、この判定ですね、ナイトメアダンジョンの紋章がドロップする判定っていうのをボス討伐ではなくて、あのダンジョン攻略のタイミングにしましたという形になってますので、まあ、そういった形であの今後はやっていくというところなので、ボスがいないダンジョンでもナイトメアダンジョンの紋章をねあのちゃんとゲットできて、引き続きループでナイトメアダンジョンに行けると、まああのクソギミックが出ても知らんけどという形にはなっております、はいで次ですね、ナイトメアダンジョンの入り口付近も結構モンスターを配置するらしいです。今のダンジョンの構造ってどのダンジョンも共通なんだけど、入り口入ってちょっとしてからモンスターなんだけど、それを結構手前にモンスターを置くことによって、入り口入ってほんの少し移動したらすぐ戦闘になるみたいな感じで、戦闘の、あの時間をあのなんていうかな、すぐ起こさせるようにするみたいな。今はちょっと歩きをねあの多めにしていかないといけないんだけど、その序盤なんか謎にちょっと長距離でもないんだけど、ちょっとね移動するみたいな部分が、まあ、あのなくなって、いい感じにですねあのすぐ戦闘にダンジョン入ったら、まあ、あのなんていうかなあの始まるというか、まあ、そういった形の工夫が施されて、まあ、あの戦闘面についての改善というそんな形になってますね。でさらになんだけど、ここら辺からはあのナイトメアダンジョンの特性、例えばこのナイトメアダンジョンの特性だと、まあ、ゴールド探知っていう形で自分のバフ の, あの特性は獲得ゴールド 30% 増えて、で敵のバフに関しては俺らからすると、まあ、あのネガティブな要因なんだけど、ライランとかモンスターのシャドウダメージ、モンスターのクリティカルヒット耐性で、アーマーブレーカー、ゴミみてえなこれある紋章だな今適当に見たけどゴミみてえな紋章だったわこれマジで絶対いかねえこんなの、ちょっとこう端っこに置いとこう間違えんようにびっくりした今、
びっくり、これ動画で見といてよかった、これマジクソみたいな紋章だったっていう感じであるんだけど、例えばこれだとライランとか、まあ、クリティカル耐性とかが変わりますっていう感じですね。ここら辺が、まあ、あの特定のものが変わっていくっていう形なので、パッチノートで紹介されている順番でですね、こういった特性の変更について見ていきたいと思います。まずはね、あのバックストッパーが返ってきます。バックストッパーっていうのは背後からのダメージがなんか 200-300% アップみたいな、後ろからしばかれたらあの上位のナイトメアダンジョンでは即死級のやべえね、あのギミックというか特性があったんだけど、それが返ってきて、あの弱体化した形で返ってきます。でですね、どんな感じになるかっていうと、バックストッパーは近距離のモンスターが背後から攻撃するとプレイヤーを脆弱にした後ダメージを食らわせるんだけど、なんかダメージが X パー増加って書いてあって、なんかその係数がよくわかんないんだけど、まあそのなんかな、あまり爆裂高くならないように係数で表示されてる X パーとかにしてるのかもしれない。レベルと HP と防御力を考えて、それを前提でダメージを計算するのかな。なので単純に爆裂いかれたダメージを出すバックストッパーじゃなくなって、後ろから近づいてきて脆弱状態にこっちがさせられて、でダメージを通されるみたいな感じに、まあなるんじゃないのかなっていう風なところですね。なのでそういったあの新しいパターンになったので、もう本当にあのクレイジーなマジで上級した火力にはならないみたいですね、というのがバックストッパーの、ナーフというか、修正ですね。で次、死の波動ですね。あ、死の波動はちょうど今やってるからこれなんだけど、まあ、死の波動に関してはモンスターを倒すじゃん、でその死んだ場所でなんかね、赤い波動が出てきてバーンってダメージを食らうっていうところで、結構ダメージを食らいやすくて、かつ重なって発動結構するから、あのモンスターの群れ倒した時めっちゃやばいんだよね。まあ、例えばちょっとね今やるんだけど、赤いねなんかね丸いのが出てきて爆発するんだよね。あ、これこれこれ、赤い丸いのが出てきて、あ、ちょっと分かりづらいな俺のあれコープスのせいでっていう感じなんですけど、この、 あの死の波動が変わります。でこの死の波動なんだけど、まず1個目が死亡時に爆発する系のモンスターからの発動がなくなります。例えばあの俺日大タックルって呼んでるんだけど、なんかデブのゾンビがうおーっと走ってきてドーンとかするじゃん、あいつ死ぬ時ブチャーンって爆発するじゃん、とかクモとかもあの取り付いたやつがブチャーンってなるじゃん、ああいうなんか爆発系死ぬ際、ああいう系はこの死の波動がまず発動しなくなるっていうのは二段構えになっちゃうからね、バーンバーンみたいな感じになるから、ちょっとチートなんで、あの自分が爆発する系は発動をそもそもしませんと。で次はさっきさちょっと分かりづらかったんだけど、死の波動っていうのが群れでバーン倒したら死んだ場所が重なるんで、その重なって死の波動がダダダダダってなるんだけど、その重ならなくなって死の波動1個分の丸のスペース、丸でドーンって爆発するんだけど、その1個分の丸のスペースがないと発動しなくて、重ならなくて、今みたいにもし群れでガーン倒したら1個しか発動しないって感じになります。みんな近すぎて、あのなんていうかな、当たり判定があって、お互いの死の波動の円なんだけど、この丸があの干渉し合うと発動しないので1個しか発動しないみたいな感じっていう感じ。まず一発目に発動して、それに干渉するように被るような感じの、血の波動っていうのは全部発動しなくなるっていうところなので、結構優しくなるっていうか、まあこれはちょっと、まあ、闇コープスが、ね、見えなくなって食らうとあれなんでちょっと分かんないんだけど、まあ、もしかしたらこのせいでめっちゃこの死の波動が痛かったのかもしれない。この重なってドーンなるせいで、あ、これこれ今重なってたんだけど、まあ、そのせいでまあちょっとやばかったのかもしれないね、死の波動がっていうところではありますね。ちょっとわかんないけどね。なので死の波動は結構ナーフされますっていうところですね。なのでまあぜひね、今後は死の波危ない死の波動もあれかなっていう感じですね。まあ多少は良くなったのかなっていうか、はい、わかんないですけどやってみないと。で次ですね、で次はクリティカル、危ない、次はクリティカル耐性になってますね。クリティカル耐性はね、単純にクリティカルのパーセンテージをごっそり減らしてたので、ガチでダメージ取んねえわってなってたんですけど、これがですね、もともとダメージをがっつり減らすやつではなくなって、まあやべ、一部の係数によって発動するみたいな形になってます。モンスターが攻撃した際にプレイヤーのクリティカルヒットダメージを 3% X パー減少させる、で効果は Y パーセントまで、まあ一定数スタックするみたいな、まあ、要するに、さっき確かさクリティカル耐性あったよね。これクリティカル耐性今だと単純にクリティカルヒットダメージを 60% ね、削減なんで、1000ダメージ出してたら400ダメージしか食らわないんで、なんか単純にさ半分以下なんで、攻撃を倍以上繰り広げないと
勝てないみたいな感じになって、めちゃくちゃただの遅延クソゲーだったんだよね。なんだけどそれがまああのなんていうかな、単純に相手からの攻撃によって攻撃が当たると、その攻撃が当たった時に3秒間だっけ、3秒間ダメージが、クリティカルのダメージが減少させられて、であのバババって連続で食らうと 3%3%3% ってなって 6%9%12% みたいな感じで増えてってみたいな感じで、あのクリティカルヒットダメージが徐々に落ちていくみたいな感じなんで、なんかやたら 60% 一生ごっそりマイナスみたいな感じじゃなくて、なんか減ったり増えたりダメージがするみたいな、当たることによってね、ダメージっていう形になったので、ランダム性というか波がね、あのできるようになったので、これはね普通に言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。これまあさすがにまあ多少マシになったんじゃねって、今まで全ての攻撃クリティカルが 60% マイナスって上級してるぐらいやばかったからね、本当にちょっと頭おかしかったからまあそこを考えると全然ね、まあいい感じにマイルド化されたんじゃないかなっていうふうに思いますね。これだったら全然言ってもいいんじゃねって俺は思った。で次ですね、次に関しては移ろう闇ですね。移ろう闇は本当にゴミですね。はい、クソギミック選手権でもやりました。移ろう闇は定期的に黒いねドクロがフンって出てきて、であの誘導ミサイルのように追っかけてきて、でそれがですね、あのドーンって当たって爆発してダメージを受けるっていう形で、一生ねあの移ろう闇から逃げるあのギミックになります、そのナイトメアダンジョン中はね。でこれどう変わるか、発動間隔が3秒から5秒になって、リスポーン時間が2秒増加っていう形なので、単純に発動間隔が短くなって、あごめん長くなって、でリスポーン時間ってどういうことなんだろう、これ発動時間とリスポーン時間違うのかな、まあ、よくわかんないけど、とりあえずあの今までこの移ろう闇がたくさんねこう出てきてたんだけど、まあその出てくる回数が減ったって感じっていうところですね。まああの次が出るまでの時間が伸びたっていう感じになってます。で次がライランですね。ライランはマジでゴミで、ライランに関しては発動条件がまず変わります。発動条件が戦闘中のみ、今戦闘中なんだけど、こういうね敵と戦っている、敵から攻撃を受けている時にしかあのライランが発動しなくなります。なのでまあこれよくあったんだけど、まあ、マップとか見てさ、あれそういえばさあのなんか鍵とか取ったっけとか言ってマップ見るじゃん、その間にライランでパーン死ぬこと俺何回かあって、はぁとか思ってなったんだけど、そういう感じにならなくなるっていうところですね。まあ、例えばこう敵倒しました、であの今何もないです、ここは発動しないって感じ、敵と接敵してで互いに攻撃しだしたらライラン発動しますという形になったので、だいぶマイルドになりましたね。これライラン何が悪いのかっていうのは遅延なんだよね。これ定期的に雷が落ちるから、なんかライランから守ってくれるなんか鉄のなんかくるくるって上飛んでるやつが定期的にシールドあるから、そのシールドになんかまあ戻ることが多いんだけど、後ろに戻ってあのバリアに入ってライランの雷ドンドンドンっていうのをあの過ごして、で出てってもう一回あのナイトメアダンジョン攻略するみたいな感じで、その待ち時間うざかったんだよね、ただ単に。でそこを解消するためにシールド内で稲妻を受けると5秒間 35% の移動速度ボーナスを獲得、5秒間足速くなると。でさらにこのシールドまでの経路がある状態でしか発生しない、これマジでふざけてて、一回っていうかまあこれ何回もねあの不満を言ったことあるんだけど、ミニオンビルドで自分のスケルトンがいて、スケルトンメイジが後ろにいて、でネクロマンサーでやってる時にあのスケルトンメイジってあの魔法使いの骨なんだけど、後ろに大体あのいるんだよね自分より。でその後ろにいるやつにライランがターゲットして、どう見ても間に合わないよね、間に合わなくて途中で雷ドーンって死ぬっていうのがあったから、この経路明らかに間に合わないでしょっていう時は発動しないというところなので、まあ、そこら辺とかが結構ね良くなったんじゃないのかなというふうに思いますね。で、あ、ちょうどいいところに来たので、ちょっとあのギミック説明の途中なんですが、この、 あの中間の説明を入れます。このさ、あのなんかプレイヤーがさ頼まれて NPC を守るイベントとかあるじゃん。でこれなんだけど、2つねいい感じの修正があって、1つはですね、この冒険者たちなんかさ、生存者を守るみたいなのあるじゃん、この生存者が死にづらくなったっていうのは、敵の攻撃がワンパンで死ななくなったっていう感じが、なんかワンパンで死んでた頃もあったのかな、わかんないけど、まあとりあえずさ、これめっちゃ死にやすかったじゃん、このあもう生存者ゼロだけど今っていう感じでめちゃくちゃ死にやすかったんだけど、ここを死にづらくして、かつあのモンスターの数っていうのが増えた、このイベントで、このランダムイベントで あの出てくるモンスター数が増えるので、まあ、経験値のためとかドロップのためとかに結構ねあの使えるような形になって、大変ね、俺たちにとっても有意義だし、でボーナスを得るため あの生存者っていうのが死にづらくなって、まあ、ボーナスも得やすくなっていい感じだよね、危ないっていうところになりましたね。なのでそういったところでですね、まあ、いい感じに、なってるんじゃないのかなというのが今回のですね、この突発的に起きるイベントですね。まあ、大体1箇所くらいはあるよね、こういうイベント。
っていうところなので、まあ、そんな感じでちょっとねたまたまこれがあったのでこの説明をちょっとね特性の説明中に入れたんだけど、こういう風な形でですね突発イベントというかランダムイベントはですね俺たちに有利というか美味しくなったって言った方がいいのかなという感じなんで、次のですねまた特性に戻ってナイトメアダンジョンのギミックねを話をしていきたいというふうに思います。で次の、体制はですねオーバーパワー体制ですね。でオーバーパワー体制に関してはさっきのクリティカル体制にかなり似てます。まあオーバーパワー体制もさっきのクリティカル体制とともにごっそりそもそももう 60% とかだっけ、すっごいねカット率で超カッチカチになるんだよね。で、そこをですねモンスターが攻撃したプレイヤーの次のオーバーパワーダメージを X% 減少させて、で効果はワイパーまでスタックするって感じなので次のオーバーパワーが弱くなるみたいな感じですね。まあ、ただこれオーバーパワーは確率発動で発動回数もちょっとねクリティカルより少ないので、まあ、ここら辺を考えると、まあ、ブラッドランスみたいに手数が多いといいけど、まあ、一撃必殺だと結構なんか辛いなって感じはあったりすると思うんだけど、まあそんな感じで一応弱体化はしてますという形になって、これクリティカル対策と結構似てるよねっていう感じです。で次ポーションブレイカーですね。ポーションブレイカーは遠距離攻撃受けると一時ポーション使えなかったみたいなそんな感じになるんだけど、ここが変わります。これすげえ実はうざかったんだよね、俺結構嫌いで、これうわ回復できない死ねーとかあったんで。でここに関してはですね変わった内容としては遠距離からの被弾でデバフくるのは一緒、ここまで一緒なんだけど、これはねクールダウンがね減るだけになるから、例えばさ今ポーション使うとさこれ1秒って出るの分かる、ちょっと待ってね今押すよポーションポチッ、1秒って出るじゃん、ここのクールダウンが伸びるっていう形になったので、まあ、ここがですねまあ悪くないんじゃないかなと、一時ね完全に使えないみたいな感じよりかは全然ありかなっていうふうに思ってます。なのでこれは結構悪くないんじゃないかなっていうところですね俺的には。で次ですね、次は、レジスタンスブレイカーですね。これは属性耐性ですね、属性耐性を壊すやつですね。これはね結構ですね、まあ、さっきのと似通っているというか、まあ、そんな感じなんだけど、とりあえず遠距離攻撃をまず一発食らうと、ですね、抵抗力が6秒 5% 減少っていう感じなので属性耐性が全て落ちます。 5% 6秒間でこれが 25% まで蓄積するって感じなんで、まあ結構トーメントとかでは最悪属性耐性 0% までいっちゃうのかな、わかんないけど属性耐性がかなり大事になってくるので、まあ、ここがどうなるかわかんないんだけど、まあとりあえずですね結構減るんじゃないかなっていうところで、まあちょっとね属性耐性に関しては正直な話これ仕様が変わっちゃったからシーズン2からマジでやってみないとぶっちゃけわかんない、なのでちょっとうわ危ない、どうなるかわかんないんだけど、まあ、とりあえずはまあ属性耐性がごっそり減るかな、マックス 25% だからだいぶ減りそうな感じになってますね。まあこれはまあやってみてって感じだね、この辺はというような形になっておりますっていうところですね。で、最後にイバラですね。あやべ、あ危ない死ぬとこだった。イバラに関しては自分のね軽曲の加護反射ダメージをプラスするような自分のプラスアルファの補正の話ですね、今までのデバフと違って。でこの軽曲の加護に関しては敵を攻撃した後3秒間軽曲の加護が X パー増加で最高 Y までスタックみたいな感じなんで、これもまあ係数によってあれなんですけど、相手を、まあ、敵を何かしらこううやべえ死ぬ敵を攻撃したら、まあ反射のダメージが付与されて、でその反射で相手にダメージを与えれるみたいな感じで、これを何回も使えるみたいな、そんな感じになってますね。これもし反射ビルドとかで使えて、でスケルトンとかにもこれが反映できるのであれば結構強そうな匂いはしてるんだけど、まあちょっとこれもまあ使ってみないと分かんないっていうのはぶっちゃけなってことだねっていう感じなんで、結構ね特性変更としてはここまであるのでかなり大きいね変化になってくるので、結構面白くなってくるんじゃないかなっていうのとともに、まあクソみたいだったライランとかね、そこら辺がまあ多少マシにあやべしなったのかなというとこ、危ない色でまあいい感じなんじゃないかなというところで、その分はユニークゲットありがとうございますユニークはなんかまあすでにゲットしてても嬉しいね、やっぱね落ちるとねっていうところなんでね、まあここら辺が特性変更で、あとはですね全体的な変更もまだ何個か残ってまして、でこれすごく嬉しいのがグリフの経験値が上がります。でまあなんやらかんやらあるらしいんだけど、最終的に結論全体のグリフの経験値が 19% 上がるので、まあ 20% ほどかな、まあざっくりもうちょっと分かりやすく計算すると 20% ほど経験値が上がりやすくなって、まあ成長速度も上がるので、まあグリフのねレベルアップもいい感じになって、ナイトメアダンジョンそんな好きじゃなくてグリフ上げ苦痛だなっていう人も多少改善されたので、ここはまあ悪くないんじゃないかなって思うし、まあ
正直ね、俺もまあグリフ上げ結構上がんねえな後半特にって思ってたから、まあ、この辺がね良くなったんじゃないかなっていうふうに思いますね。であとはね全体のねあのアップデートの解説とかでも言ってたんだけど、このダンジョンのビジュアルというかですね、あのレイアウトが結構変わりますと、変更されましたという感じで、無駄になんかあっち行ったりこっち行ったり、例えばこれもさ結構さあ、これはあでもあっち行ったりこっち行ったりか、ここに関してもさ、このマップもさ、例えばなんだけど、こうスタートここですみたいな、スタートからずっと行って途中であのアイテムをゲットして祭壇にあのなんていうの人形を置きますと、でそこから向こうまで行ってこのピンがあるとこで祭壇の人形をまた2個目取って戻ってここに置くと、でこの戻るのがだるいよねっていうのを、この戻るやつとかあっち行ったりこっち行ったりが多かったので、例えばこの祭壇とかをですねもうちょっとなんかそのなんていうんだろうな、あのこうぐるっと一周回ってちょうど2個祭壇に人形をあのお供えできるみたいな、そんなあのなんていうんかな、スムーズに1周で終わるというか、2周目とか戻るタイミングって結局さ敵いないから、まあダンジョン的に虚無なタイミングなわけじゃん、そこら辺が多かったので必要以上に、なのでそこら辺を改善しましたというようなところになりますね。なので結構ですねナイトメアダンジョンだいぶ改善があったので、それを踏まえて最後にまとめをやっていきたいと思います。でまあやっぱねライランとかがナーフされたのは俺嬉しかったかなという感じですね。正直ねライランマジゴミだったからね、てかまああのふざけたゴミみたいなあれが多すぎたんだけど、あのギミックがね、なのでそこら辺がまあ多少マシになったのが良かったかなっていう感じなんだけど、なぜクリティカル耐性はやったのにシャドウダメージ耐性とか属性ダメージ耐性とかやんなかったのかなっていうところで謎です。はい、そこら辺もできればやってほしかったんだけどっていうあの感じなんですけど、僕的にはダメなんでしょうかそういうのは。はい、ちょっと謎な感じです。そこら辺もできればやってほしかったなっていう、そんな、はい、思う今日この頃でございますが、はい、どうなんだこれ一体よくわかんないよね、そこもやっちゃえばいいのにねという感じで、一応ですねまあ悪くないんじゃないかなって感じ。正直改良した方がいいポイントなんて声上げればいくらでもあるから、まあとりあえずね言いすぎるというか要求しすぎるのもあれなので、他の改善点もたくさんあるので、現状おおむね全体的なアップデート俺はいい感じになるんじゃないかなというふうに、まあその攻撃力と防御力のその仕様変更だけは本当にまあいろんな動画で言ってるけど繊細だからやってみないと分かんないし、ここでかなり評価が左右されるっていうところではあるんだけど、まあ机上の空論じゃないけど、一応書面上パッチノート上いろんな変更点があるんだけど、俺はね結構ねユーザーの意見に沿っていい感じなんじゃないかなと思って、俺すげえ期待してるから、かなりシーズン2楽しみなんで、ぜひねシーズン1の最後の方ちょろっと時間使ってパッチを入れていただけると嬉しいなって感じですね。スムーズに始めれるようにしてほしいシーズン2を、はい、という感じでですね、今回ナイトメアダンジョンだいぶ変わったんだけど、どうかなみんないい感じかな、俺的にはまあいいんじゃねっていう風に思ってます。あ、一個俺説明し忘れたかも、テレポートしたらダンジョン内に直接テレポートするようになります。今までダンジョンの外で入り口の目の前だった、それがダンジョンの入り口の入ってすぐのところになりますテレポートがっていう感じかな。俺はねめっちゃねいいと思う、なんか何も改善されないよりは少しずつ改善されてるので、このままねいい感じにいってほしいなっていう風に思いますし、ちょっとねナイトメアダンジョンメインコンテンツの一つなんで、そろそろワールドティア5であったりナイトメアダンジョン150なんかも出してもいいんじゃないワクワクして待っておきたいと思いますが、とりあえずまあ俺はシーズン2の目標はウーバーユニークすべてコンプリートでやっていければと思いますので、ぜひねみんなもクランに入って応援していただければ、一緒に戦っていただければ幸いです。そんな感じでですね、あ、ディスコードに入らないとねクラン入れないから気をつけてくださいっていう感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。でディアブロ4ね KTR ゲーミングでは結構やってます、諦めずに。シーズン2が失敗したらもうディアブロ4は死んでしまうと思うけど、それでもねちょっと応援してるんで、ぜひ皆さん一緒にですね、僕動画めっちゃ出してるんで今後もめっちゃ出していくんで、応援とともにチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。でそれに生放送シーズン2始まったらバチコシやっていくんで、ぜひみんな楽しく遊べればって感じで今日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。